皆さんごきげんよう。今緊急で動画を回しています。ホソン朝倉選手の動画見た？東京で開催されたオーディションに朝倉選手が急遽参加したみたいなね。いいやねそれ。一緒に見てみよう。生きがいはええけどな。おもろいやつ出てんな。生きがい？え、生きがい？じゃあ生きがいいだけやろ。あ、生きがいいね、うん、この点がおもろいな。うん、面白いな。最初のハイキックいや、こいつなんか、いや、こいつ弱いやん。弱いな。こいつやったら俺でも瞬殺やな。間違いない。しかも失神させるよね。うん、髪の毛掴まれてマウンドでどつかれてるやん。顔真っ赤っかやん。まあ、これは止められるわな。うん、まあ、こんなん素人やろ。いいや、まあ、弱い者いじめやね。どうせこれもあれやろ、企画の一部でやってんやん。うん、でも面白いな、この動画。確かに。まあでもこんななんか弱いやつ俺らとやった方が絶対面白いやろ。いや、間違いない。実際見て高弘どうやった？そうですね、なんか髪掴まれてるあたりが喧嘩って感じでリアルでしたね。まあでも俺やったらもうちょっとこう掴まれへんようになんか距離取って、まあパンチで戦いたいなと思いましたね。ホッソンどうやった？おい、アベマ俺を選べ。俺はあんなしょぼやつと一緒にすんな。俺は実績、キャリアがちゃうんやから。アベマ、まあまあホッソン落ち着いて。これで俺らが選ばれへんかったら、アベマが逃げたってことやから。企画の日時も決まって、オーディション結果ももうすぐ出ると思うんで、まあ、楽しみに待っていてください。ハイキックとか聞けてくれて、それに対して顔倒しちゃおうみたいな感じ。2000万もらったら何使いますか？ランボルギーニ買います。足らんか？